標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。獣め、オーガフレイム、残念だったな。俺には効かないんだ。だが確かに俺はお前たちを甘く見ていたようだ。少し本気を見せてやろう。なんというオーラ。よく見ておけ。若、姫を連れてお逃げください。ここはわしが。黙れし。すさまじいな。悲しいが我らでは貴様に投降を奪いようだ。だが俺も力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして何が統領か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。若、それではわしもお供いたしましょうぞ。そうきたか。まずいな、完全に裏目に出てしまった。
襲ったやつと同じ仮面の魔人ではないか。はい、ですが冷静になって考えてみてください。これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできましょうから。この方が異質なのは間違いありませんが、おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと。少しは人の話を聞く気になったか。何者なんだお前は。俺はただのスライムだよ。スライム？そう、スライムのリムル。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。はあ、似ている気はするが。これにはコウマの力が備わっているようです。しかしあの時の魔人はオーラを隠してはおらなんだな。ではし訳ない。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。うん、苦しゅうない。やれやれ、一時はどうなることかと思った。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。いいのか。いろいろ事情も聞きたいしな。そちらの仲間を傷つけてしまったが。そりゃあお互い様だしな。死人は出なかったんだし、よしとしよう。すまんかったの。それに今日、うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ。こうして理由も分からずに始まった争いは終わった。オーガの姫、彼女らに名前はない。彼女が昏睡の魔法を解除し、コブゴブリンやテンペストウルフたちは目覚めた。オーガたちの怪我は俺のポーションで治し、俺たちの村へと帰ったのだった。コク、重要な目標を達成しました。よし、目標達成。コク、建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。ようこそ俺たちの村へ。ゆっくりしていってくれ。これは活気のある村だ。はい、いい村ですね、お兄様。ささ、あとは我らに任せて、リムル様はくつろいでお待ちください。うん、任せた。おいしい食事、楽しみだ。久しぶりの肉だな。
ませんでしたか。うまい。おー、あー、幸せだ。なんせスライムの姿じゃ味覚なかったからな。この世界に来てから初めて味わう食べ物の味。あー、生きてるって素晴らしい。に仕掛けてきただって？そんなバカな。事実だ。ありえるのか、そんなこと。わかりません。そんなにおかしいことなんですか？当然だ。オーガとオークじゃ強さの桁が違う。格下のオークが仕掛けること自体ありえん。だが、奴らは来た。いきなり俺たちの里を襲撃してきた。武装し、鎧を身につけ、森を埋め尽くすほどの圧倒的な戦力。あの忌まわしい豚どもに里は蹂躙し尽くされたのだ。オークが鎧を？ああ、人間の着用するようなフルプレートメイルだ。だとすると、オークだけで動いているとは思えませんな。オークがそんな高価なものを用意できるわけがない。その通りだ。軍勢の中に仮面をつけた者がいた。仮面の魔人。あれは超異魔人だ、間違いない。そいつとリムル様を間違え戦いを挑んだというわけですな。はあ。つまりどういうことですか？オークが誰か魔王の勢力のいずれかに組みしたということではないか？なるほどっす。魔王か。しかし、魔王がなぜ？わからぬ。はっきりしているのは、300人いた同胞はもうたった6人しかいないということだけだ。肉はもういいのか、リムル殿。ちょっと食休みで。お前らこれからどうすんの？どうとは？今後の方針だよ。再起を図るにせよ、他の地に移り住むにせよ、仲間の命運はお前の采配にかかってるんだろ？知れたこと。力を蓄え再度挑むまで。当てはあるのか？こりゃノープランだな。提案なんだけどさ、お前たち全員俺の部下になる気はあるか？あ、部下？ま、俺が支払うのは衣食住の保証のみだけどな。拠点はあった方がいいだろ。しかし、それではこの町を俺たちの復讐に巻き込むことに。まあ、別にお前たちのためだけってわけじゃない。数千の、しかも武装したオークが攻めてきたんだろう。しかも誰か魔王が糸を引いているのかもしれない。オークどもはこのジュラの大森林の支配を狙っているやもしれませんな。この町だって決して安全とは言えないだろうな。そんなわけで戦力は多い方がこちらとしても都合がいい。逆にお前たちに何かあった時には俺も一緒に戦う。俺は仲間を見捨てない。なるほど。少し考えさせてくれ。おう、じっくり考えてくれ。さてと、俺はもう少し肉をもらってこようかな。
悪い話ではない。だが決めるのはお前だ。我らはお前と姫様に従う。俺にもっと力があれば。決めたのか。オーガの一族は戦闘種族だ。人に仕え戦場をかけることに抵抗はない。主が強者ならなおのこと喜んで使えよう。ああ、契約は多くの視界を打ち滅ぼすまででいいか。その後は自由にしてもらって構わない。俺たちに協力して国を作るもよし、旅立つのもよしだ。昨夜の申し出受けたまわりました。あなた様の配下に加わらせていただきます。うむ、こいつの気持ちにもっと配慮すべきだったな。本当なら今すぐ差し違えてでも敵を討ちたいだろうに、これは自分自身の不甲斐なさを飲んだ一族の頭としての決断だ。顔を上げろ。お前たちを受け入れる。皆をここへ呼べ。は。俺にできるのはその決断を悔いなきものにしてやるだけだ。俺の配下となった証に名をやろう。俺たち全員に名前ないと不便だろ。しかし、お待ちください。名付けたは本来大変な危険を伴うもの。それこそ好意の。いいからいいから大丈夫だって。ですが、危険ってあれだろ、マスを使いすぎて眠くなるやつ。今回は6人だけだから大丈夫だろ。それとも俺に名前を付けられるのは嫌か。そういうことでは。異論などない。お兄様、ありがたく頂戴する。若がそういうのであれば。じゃあ始めよう。シオン、そろそろ交代の時間です。いいえ姫様、リムル様のお世話は私がします。どうぞお休みなさってください。シオンたらもう。うん、あ、リムル様おはようございます。今兄たちを呼んでまいります。お目覚めになられたか、リムル様。オーガの若さまだよな。は、今は進化して鬼人となり、頂戴した名のベニマルを名乗っています。鬼人？オーガじゃなくて？コク、鬼人とはオーガの中から稀に生まれる種族のことです。思い出した、名付けした途端スリープモードになったんだ。ぐー、体は一回り小さくなったか。しかしうちに秘めた魔素量がびっくりするくらい増えてるんだけど、これはあれか、ディグルドショックの再来か。リムル様、シュナです。お目覚めになられて本当によかった。オーガのお姫様か。もともと可愛かったけどさらに美少女になったな。シオンです。リムル様につけていただいた名前、とても気に入っています。このおっぱい美人がシオン、野性味が薄れて知的な雰囲気になったな。ベニマルの後ろに控えてるのは戦闘で圧倒的な強さだったじいさん、ハクロウだな。ほほ、いじめてくださいますな。一撃で倒せず焦ったのはこちらでしたぞ。ずいぶん若くなったみたいだ。それも鬼人への進化の影響か。お前は確か宗英の名を賜りました。ご回復お喜び申し上げます、リムル様。おう。
あと一人はどうした？まあ、やつはカイジン殿の工房に入り浸ってて。リムル様が目覚めただめか。お、来たようですな。リムル様、元気になってよかっただよ。おお、わかったな。オラクロベーだ。わかるっつーの。イケメン、美少女、美女、ロマンスグレー、イケメンときて、最後に普通のおっさん、すごくホッとする。仲良くしような、クロベ。んだ。綺麗なもんだな。うんうん、これが絹糸で織った反物ってやつかい、シュナちゃん。はい、原料のヘルモスの繭にはマソがたっぷり含まれていまして、とても丈夫なのですよ。なるほど、防御力も期待できるってことかい。もう絹織物なんてできたのか。あ、リムル様、どんな具合だ？カイジン様が作ってくださった織機はとても使いやすいです。そうか、よかった。みんなの衣類の製作頼んだぞ。はい、お任せください。仲間になったんだから、みんなの力を改めて確かめておきたい。はっ、承知いたしました。リムル様、オラ戦いは苦手だども、武器を作るのは得意だ。それならクロベーはカイジンと協力して技術的な支援を頼むよ。んな、任せてくんろ。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。コク、新しいスキル試してみるか。強くなったっす。
これでよりリムル様のお役に立てる。これでよりリムル様のお役に立てる。新たなスキルを得たようですね。新たなスキルを得たようですね。これもすべてリムル様のおかげです。これもすべてリムル様のおかげです。新たな力使いこなさねば。新たな力使いこなさねば。ほほう、これはなかなか。ほほう、これはなかなか。自動編成を実行しますか。コク、自動編成を実行しました。
ル様。リムル様。リムル様。能力の上昇率を開示します。告、自動編成を実行しました。出るぞ。探索を始めるぞ。行くぜ。コク、接敵を確認しました。行くぜ。ここはお任せを。とくと見よ、リムル様のエッジ。行くぜ。おもろ、かくれんぜ。いい汗をかきましたな。上出来だな。よし、完璧だな。接敵を確認しました。やるっすね。燃え尽きるがいい。フレア。あまり舐めてもらっては困る。ま、この程度か。よし、完璧だな。なんだ、あれは。使えそうだな。なんだ、あれは。使えそうだな。コク、接敵を確認しました。やって、燃え尽きるがいい。フレア。もう諦める。あまり舐めてもらっては困る。行くぞ。ま、この程度か。よし、完璧だな。あとは任せた。コク、接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。アイシクルスピア。ホブゴブリンの力を見たか。標的を発見しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。すみません、リムル様。クレアサークル。クレア。ホブゴブリンの力を見たか。よっ。
すまない。ふむふむ、結構調子いいな。我らが力、思い知ったか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。大体全員の力量は分かった。これからは仲間として共に戦ってくれたら嬉しい。我ら一族、リムル様の命に従う所存です。正直こいつら全員ちょっと強くなりすぎてないか。まあでも頼りになる仲間ができたのは確かだ。鬼人たちも増えて手狭になってきた。ここらで一気に村を大きくするかな。怪人に相談してみるか。怪人、村を大きくしたいんだけどどうかな。住民も増えてきたしいいんじゃねえか。で、広さは今の倍くらいか。そうだな、ドドンと倍くらい広くしたい。となるとかなりの量の素材が必要だな。すぐ集めてくる。待っててくれ。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。平和が一番。能力の上昇率を開示します。
さーて、何しようかな。平和が一番。リムル様、能力の上昇率を開示します。新しいスキル試してみるか。これでよりリムル様のお役に立てる。能力の上昇率を開示します。行くか。